さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さんいい季節ですよ。バイクでどんどん出かけてくださいね。バイク乗らんで何の人生か、私山人です。そしてはい、これからの季節暖かくなるので水分補給もしっかりしてくださいね。バイク大好き平島夏実です。すごいですね、やっぱ四季を通してバイク乗ってますからね。もうなっちゃんもいろいろ、もう去年死にそうになったことありましたからね。そう、二人してね、ちょっとね、ふらふらしたりね。そういう時ね、気をつけないと。ですが、はい、でもまあ今日はね、環境的にはかなり、本当にインシーズンですから、まあお出かけしようってことなんですけれど、はい、今週ね、はい、なんかディレクターがまた考えたらしいんです。お、今回はどこに行くんですか？小田原から湯河原のあたり、ほう、神奈川県。そうですね、はい、そっちの方に行ってみようかちゅうみたいな、うん、あ、そこで何するんですかね。今回もなんかアクティブツーリングっていうのをやるって。じゃあなんかいろいろ体験するって感じなんですかね。どうなんでしょう、アクティブって何よっていうことなんですよ皆さん。今回から4週にわたりお届けします、アクティブツーリング。東京都内を出発し、神奈川県小田原市から湯河原町まで、アクティブにさまざまな体験しちゃいます。今回旅のお供はカフェレーサーをイメージしたスズキ SV650X ABS。 街中ではスタイリッシュに、ワインディングではスポーティーに、さまざまなシーンで存在感を放つ一台です。そしてもう一台はスズキ GSX250R。 スポーツアイデンティティを継承するスタイリング、洗練さと力強さが共存するその姿は、都市に身を潜めるアスリートを彷彿とさせる一台です。まひとさん、なっちゃん、今回も安全運転でお願いします。さて、東京出発して我々が走ってるのは東名高速ですな。はい、そこをですね、今、ちょうど厚木ですね。はい、厚木に。そうです。で、こっから、いわゆる、小田原厚木道路っていうのに乗って、はい、その熱海方面に向かっていくと。なるほど。うん、まあ、関東ライダーの中では、ど定番の道ですわな。あの有名な箱根のあたりとか行くのも、大概はみんなこの道を使っていく感じですけれど、今日はそこまで行かず、小田原あたりで何かする。いやー、それにしても気持ちがいいね。うん、気持ちいいですね。おー、やっぱグッドシーズン到来って感じということでございますけれど、はい、せっかくなので、はい、ここまで乗ってきた高速でのインプレッションとかちょっとやってみますかね。乗る前から、もう一目で、鈴木だみたいな、なるのもすごいかっこいいなって思いますし、うんうん、こう実際乗ってみても、まあ、車種とか足つきは私154センチの私からするとちょっとつま先ツンツンなんですけど、はいはい、乗ったらこう振り回しもすごい楽ですし、このちょっとね、前傾の姿勢もこう、前傾前に前にゴーゴーみたいな感じになるので、はいはい、乗ってて楽しいですね。なるほどね。あの、高速道路乗ってて風の当たり具合とかどうですか？うん、前に風防がついてるので、それもすごい楽だなって思います。あと、なんかこう、トラックはすごいお尻とか足に感じるんですけど、はい、ハンドルへの振動がすごい抑えられてて、おツーリングしやすいなって感じました。なるほどなるほど。今こう普通にこう姿
勢で乗ってるじゃないですか。はい。どの辺にまで風が当たります？そうですね、あの首には当たってるって感じします。でも胸には当たってる感じしないです。おお、風立ちいいですね。あのなんかそのそういうフルカウルのスーパースポーツな形って、はい、前傾姿勢が強そうな感じだけど、それもない。うん、そうですね、なんか多分見た目よりかは姿勢も楽だと思います。なるほどね。いやいやね、またね、割とこう青いその GSX、はい、250見てましたけど、赤もなかなかかっこいいですね。かっこいいですね。東名を後にし、小田原厚木道路から青少バイパスへと入ってきました。でも青少バイパスってこの横の防壁っていうか壁がなくていいよね。うーん、本当ですね。なんかもう180度海が見える。良いですね、良いですね。また本当今日はね、風も穏やかで海の香りも感じられて程よく、あっちゃんには海が似合う日ですね。まあ名前もね、夏の海ですから。いやー素晴らしいですね。ここで出ると言ったような指示が出ております。出ていくのはコース国府図、もう書いてコースと。さて何がどうアクティブなのか。2人が立ち寄ったのは小田原コロナワールド。ここでするのはさあ、ということで、はい、久しぶりのボーリング場、はい、よし、頑張りましょう。頑張りましょう。行ってみたいと思います。1投目です、はい、頑張ります、はい、よし、後ろ飛んでったらごめんね。いやちょっと離れてますね。行きましょう。わっ、ほら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 、あー、ナイスさ。まあ1投目はこんなもんでしょう。行きます。よっ、2投目。あ、ちゃちゃちゃ、人間の性根が曲がっとるんですね。ということで、なっちゃんの番です。じゃあ、いきますよ。さあ、なっちゃんの1投目です。はい、緊張、いきます。はい。わあ、私もガーターっぽい。あー、ガーター。やったすごい。さて、おお、あ、入った。あー、マヒトさん、ガーターの後の2フレーム目。お、あか、修正ができないですね。2フレーム目、なっちゃんスペアを取るチャンス。スペア狙います。あ、ありがとうございます。全然逆方向だ。さあ、あれ、ちょっと待って、なんか出てる。ん、なんか出てるね。あ、なんか箱を持ってきましたね。何、3投目はこれをやれってことですか。そうなんです。3、5、7、9フレームでカードを引いて、引いた指令に従ってゲームをしてもらいます。じゃあこれにしたいと思います。何ですか。あ、利き手と逆、はい、マヒトさん、はい、ですね、ともするとこっちの方がスコアがいいかもしれません。左からですよね。あれ、あ、あれ、マヒトさん左手の方がいいかも。うまくなってる。左手の方がいいかも。2投目どうでしょうか。あ、やっぱダメです。さあ、ということで、なっちゃんが引きます。はい、引きます。なっちゃんはどんなカードを引くんでしょうか。
これにしよう。どうぞ。締め。締め。あ、このスタッフの中だから締め。店員さんでもいい。店員さんうまいんじゃないですか。店員さんうまいでしょ。え、ちょっと私店員さんにします。どうぞこちら。よろしくお願いします。すいません、指名させていただきました。はい、はい、お名前とつ。あ、お名前、はい、あ、川口と申します。はい、よろしくお願いします、はい、店長さんですか。店長さん、ここはオリジナル店長やらせてもらってます。そうですね、はい、お願いします。背中がでかい。大きい背中だ。さて、どうなりますか。さあ、おっ、ちょっと待て、おいおい、なんか回ってる回ってる。さあ、さあ、でもすごい。残し、どうする兄貴。え、めっちゃすごいです。ほら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 。店長、ナイススペア。ありがとうございます。こうですよね。いや、もう感謝の気持ちが大きくなっちゃって私。すげえ。4フレーム目の真人さん、頑張ってください。おおお、ワンピン残ってしまいましたね。惜しい。カクンってなりますね。では行きましょう。スペアのチャンスですよ。いた。ナイススペア。やればできる子。いや、すごい、真人さん、イエーイ。ありがとうございます。プレッシャーやばい。スペアの後ですからね。はいはい、大事ですよね。これ加算されるんですよね。よし、行くぞ。行きます。店長が取ってくれたスペアの後の大事な投球。7本かな。これは厳しい。さあ、右側に残っちゃったから。さあ、どうなる。いやいや、人の不幸を、人の不幸を、よっしゃー、ダメ。今やってしまった。いってー、悔しい。いやいや、ね、さて、あ、真人さん、真人さん、引かないと。あ、引くんですね。ここで、はい、調子出てきたところで、これよし、いただきます、はい、じゃあこれで、でん、後ろ向き。あ、帽子もかぶり直して やってみようと思います。お、いや、いい感じですよ、真人さん。やったー、ストライク。マジかよ。マジか、おめでとうございます。しかもスペアの後のストライクって最悪。やったー、ストライク。しかもまた抜きでストライクを取った私に対して。これですごい。でもね、全国の良い子の皆さん、真似しちゃダメだからね。危ないから。じゃあフレームはどんな指令が出るの。出ました。パンダ。パンダです。パンダ。さあ、恥ずかしめですね。なんか来た、なんか来た。恥ずかしめ。さあ、行きましょう。これをかぶるってことですか。あ、あ、すごい。うわ、これは見えないぞ。これは見えないぞ。パンダトライ。さて、さて、パンダの、おお、危ねえ。ハッピン、ハッピンです。2個。あと2本です。あし、次待ってるぞ。さあ、いきましょう。大事な2投目。とても素敵。さあ、おりゃー、ハッピンだった。すげえ。やられた、こいつに。すげえ、これいい調子だったのに。惜しい。あれ、いや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 、ストライクの後の大事な投球。1投目をガーターしてしまい、2投目もワンピン。あちゃー、行方はやはりなっちゃん、これを守りきるか。しかし7フレです。守りきります。次は恐怖の、いや、お、あ、あ、来た来た来た。お
やっぱりやりますすごいです。そしてまたもや回ってまいりました。これでしょう。はい、よろしくお願いします。あれ、ディレクター井野さん、さ、毎回毎回こうわからない指令を出しているのはこの人です。顔を見せるつもりはなかったはずですが、いない、井野君、番組を面白くするのがディレクター、よろしく。いきます。さあ行きましょう。マスクさんのために頑張ります。よろしく。さあ上州の風を背に受けていきます。いった、いい感じ。あー、惜しい。7ピンけどスペア出しやすい。スペアを取ってくれればいいの。マカペアを。さあ行きます。第2投、運命の瞬間。うまい、うまい、うまい。さて、出た。あ、このカメラマン中村さん。自信はどうですか？ありますよ、ストライク。行きます。来た。あ、バッチリじゃない？他力本願ない1フレームが終わり、はい、ここからまたです。でもそうなんですよね、スペアスペアの後ですからね、はい、いきます。スペアの後の大事な投球ですよ。あっ、あっ、マストさん、マストさん、ガガガガガガ、さあ行きましょう。あー、やばい。マスタさんに余計なアドバイスしたから。いやいやいや、わわ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 わ、おー、いや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 、立派立派なもん。でも2人揃ってせっかくシェア出してもらった後にガーターするって、はい、いや、マジレベル低いですね、ちら。そうそう、実力っていう。さあ、では行きましょう。あ、マイクさん。はい。うわ、そうか。いや、でも俺これ引いた方がええんか。これです。はい、デン。お、はい。デン。さあ。あれ。さあ、出てまいりました。あ、木村さん。さあ、行きましょうか。今までのスタッフは全員最低スペアですからね。最高スペア、行ってきます、はい、さて、行きます。あいや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 、まあまあ、いやいやいや、まあ、全然全然全然、おおお、あー、惜しい。ありがとうございました。今度は何でしょう。続いてなっちゃんが引いたのは白白髪メガネ。白髪メガネ。なんか私かぶり物多くないですか。かぶり物だらけ。ちょっと行ってきますわ。さあ。あ、恥ずかしい。さあ、写真集絶賛発売中です。さあ行きましょう。行きます。心が乱れるのか。お、よ。ポケット、いや、この白髪メガネの力を借りて、いやい、あ、なんで俺には被り物が全然回ってるの。おい、すごくナチュラル。マヒトさん、マジで似合ってます。じゃあ何も引いてないけど、これでやります。あ、ラストだ、これ、マヒトさん。手振れ。
ちょうど30点差。最後のフレーム全てストライク取らないと追いつかないんです。さあ寝たりするおじさん、行きますよっ。ということでゲーム終了。結果は上のよっちゃん、まひこ79点、なっちゃん96点、100点未満の戦いを制したのなっちゃん。イエーイ、やばい、お互い100いかなかったですね。さて朝からアクティブツーリングで、熱海湯河原方面へとずっと走ってきてるわけですけど、面白かったね。いや、ボーリングはめっちゃ面白かったです。なんかいろいろね、かぶり物したりとかも楽しかったですし、ボーリングちょっとまたやりたくなっちゃいました、プライベートであの方法。いい感じです。さあということでございまして、来週もまだまだこれが続くわけです。来週はどんなものが待ってるんでございましょうかというところで、はい、今週はこの辺りでお別れということにさせていただきたいと思います。はい、今週もお相手は私、真人と平島夏美でした。皆さんではまた来週、バイバイ。バイバイ。